ただきたいんです。お、好楽さん早かった、どうぞ。燕三条の包丁です、うん、研ぎやすい、切りやすい。おー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 、記者、新潟の私の友人です。戸田さん、木下さん、山田君、木下さん、木下さん、翔太さん、はい、川端康成先生の名作でございます。うん、トンネルを抜けるとそこは湯、木国だった。何だこれ。いや、面白い、それ一番やってるよ。小遊三さん、はい、新潟にはたくさんの混浴風呂があります、うん、年寄りばかりで気が遠くなった。